心より感謝の気持ちもいっぱいいっぱいです。やっていきましょう。どうですか。世界の刃物界のトップブランドになる、これが今の目標です。Good morning, everyone. I am Steve with Steve's POV, and welcome to Seki City in Gifu Prefecture, Japan. Take a walk with me through this residential neighborhood. I would think that this is a home. This is just another home in a residential neighborhood. No, no, no. What you have right here, no sign outside, nothing to mark what it is a high-end, no-quantity, high-quality knife manufacturer named Saietsu Hamono. Saietsu Hamono means knife. Comes from the days of the swords and katana. And this company has been doing this for over 50 years. Right here, no sign outside, no nothing. But when you get inside, you're going to see what a very small company is world-renowned for making. Some of the highest-end cutlery that you can ever imagine.Let's get inside and check out Saietsu Hamono. Come on. They wanted to show me just how easy you can actually take a piece of paper.Oh, this is like a paper cutter. It's unbelievable how sharp and how effective this is. This is not easy to do. I am in Gifu Prefecture, and I'm in a city called Hashima. In this city, again, we're in a residential neighborhood. If you look around, very residential, kind of even a little bit rural in most ways. You got a lot of fields, and you got farms, it looks like, here, growing a lot of stuff. But would you believe, in the middle of a...place like this is one of the coolest sword making facilities that I've ever seen. Run by a young guy and his family, where they're taking tradition of years and years of sword making skills and bringing it to you. Anybody from overseas who wants to come here and experience sword making and actually take part in the experience themselves, Asano Kajiya. Let's get inside and get a little presentation on how sword making is done. Come on.やっぱりこう人間っていうのはこういうふうなタンジブルなことから離れられないんだろうなと思って。そうですね。離れても戻ってくるってこと。そう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 、それそれそれ、さっきの感じだね。俺この浅野鍛冶屋っていうのは将来的にはそのちゃんとした会社として世界の刃物界のトップブランドになる、これが今の目標です。これはいいこと聞きました。 We're gonna put the Instagram addresses here and the Facebook is too. Please contact them and come out here. You're gonna enjoy it. They speak English as well here, and it's a great place to learn and really experience more than just sword making, but a little bit of life lessons too, I think you can learn here. Thumbs up. Thank you. いや、今回岐阜に来て最初からでももうお世話になっている方はこのレミク丸八の社長の山下さんですね。サムズアップって感じですね。レミクは生コンですね。コンクリートを作ってる会社ですよね。
見たことないんですよ、こういうのね、工場が。で、やっぱり何でもそうなんだけど、今回いつも言ってるんだけど、どういう風に物が作られたかっていうのはね、うんうん、やっぱりコンクリート、自分の周りにどこにでもあるんだけど、どういう風にそのコンクリートできたかと、よく考えたことない方が多いと思うんだけど、面白いですよ、なかなか面白い。もうセメントももちろん作ったり、トラック、かっこいいトラックいっぱいあるんだよね、ニノちゃん。そうですね。うちのニノが興奮しちゃってるんだよね、古い、あのめったに見ない日野のトラックもあったりして。いいよね、こういうのね、見ると。山下さん、ありがとうございます。ありがとうございます。よりも、サムズアップですね。サムズアップ。日々、前進。Yes。ね、ポジティブに、毎日、前向きにやっていきましょう、はい、ということです。岐阜、羽島駅の前ですね。もう2泊3日、岐阜に、おりました。とても貴重な、3日間でしたね。いろんな会社を見れて、もうすごいいい人に出会えて、もう日本のこれ伝統でもう昔から作られている日本刀、その伝統を残しながら今時のナイフとかを作っているものとか、素晴らしいメーカーがたくさん、こう一つのこのローカルエリア、関市、この羽島市とかにあることはすごいなって感じましたね。っていうのは本当にもう何でもそうなんだけれども、どういうふうにそのものが作られたのか、何年、何十年、何百年の伝統が絡んであって、そのものが昔からこの今時のものに流れてきたのか、それよりも昔のものは古いという感覚が間違いですね。素晴らしいものいっぱい日本にあります。日本人の若い人に、外国人の若い人にも知ってもらいたいですよね。本当にそのために今回来て、100年以上前からやってる会社がこれからも続けて100年以上やっていけるように、私はできる限り、自分のわずかの力で応援をさせていただきたいなと思うので、今回お世話になった皆さんに本当にもう心より感謝の気持ちもいっぱいいっぱいです。岐阜からスティーブ・テキシテンのスティーブでした。名古屋に来ました。名古屋に来るならハズルモータリングはね、木本さんと5、6年前に初めて出会いましたね。ほらフラリ買っちゃったんじゃないですかね、ニノちゃん。はい、ね、買いましたね。一応リバティウォーク仕様になってる458イタリアなんですが、はい、今からスティーブ的に改造していくことが大事なことですよね。そうです。今パンダ仕様じゃないですか、白黒はパンダくん。ほらね、パンダが可愛いけど自分の乗る車はあんまり可愛くないんだよね。なので早速改造の、やっぱり一番はホイールだよね。アズルってこの車をやりながらホイールメーカーのスカイフォージュもやってますよね。リバティウォークの車にぴったりやっぱり合うサイズ、うん、その経験ノウハウが木本さんにあるので、早速アズルに来たので、はい、中に入って、はい、ちょっといろいろやっぱり木本さんに相談したいなと思って、はい、中に入りましょう。行きましょう。どこにいるんだろう。いないですね。いるんですかね。いないです。いつもね、綺麗だよね。そうですね。最高にこう車屋に見えないんだよ、ピカピカだよね。ですね。細かいっていうのは。で、この中でほら、これ今スカイフォージのホイールがいっぱいあるんだよね、ニノちゃん。ありますね。ディスプレイされてますね。これは、はい、車屋にやっぱりスカイフォージのホイールはどれがいいのかなって。ここ見て。はい。スティーブの好みのホイールは、はいはい、スカイフォージの中でもちろんかっこいいのいっぱいあるんだけど、スティーブらしいっていうデザインを考えてるのは、はい、2種類があるこの中で、はい、どれかってわかる？ニノちゃん。俺はこのブルーの上のあのデザインが好きです。色は別だよ、はいはいはい、あのデザインはまずかっこいいなと思う、はい、でもう一つ、はい、黄色、これめっちゃかっこいいよね、これは。そうですね。そう、どちらかに俺の458スティーブ的視点号にどれかにしたいなと思う、うん、カラーリングのこともある、はい、あれもある。でもね、はい、木本さんに相談したいんだよね、彼のやっぱりおしゃれだよね、彼のデザインとか、うん、そうですね。まずこのショールームはめっちゃ面白いから、はい、ちょっと見てみようか、そうですね、車で、はい、はい、はい。
ったみたいで会議室にちょっと入って、はい、早速質問させてもらう。木本さんどうも、あどうもお久しぶりです。本当に名古屋 に何年ぶりかな。箱スカイ以来だ。箱スカイね、ご存知かと思うんですが、はい、リバティウォーク社、はい、アメリカで48イタリア、はい、買っちゃいました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でもね、クイールとかいろんなこう、これからスティーブ的にこう改造していきたいと、いわゆるスティーブ色のあるカスタムに。そうです。気に入ったパターンのクイールはこの中から2種類があるんですね。ありましたね、黄色タイプと、あこれですね、これですね、はいはい、とこれです、 S202 タイプ、ブルー、このどっちかにしようかなと。好みは私どっちかはい、どう思います、スティーブのリバティウォーク社に。このシンプルの方がいいのかなと、うん、シンプルな人間です。そしたら僕は202かなと思いますね、うん、多分こっちですね。わかりました。で、まあ色とかはね、もう箱スカ、ラフター、うん、もう自分今乗ってる車両ちょっと一つのイメージをこう取り込んでやっていきたいなと思うので、はい、スカイフォージュのホイールでアメリカで走ったらかっこいいかなと、うん、はい、バリバリ日本スタイルとかでやっぱりアメリカでやりたいので、はい、やっぱりスカイフォージュだなと。すいません、はい、ありがとうございます。いや、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。